悔しさの方が強く残る、非常にタフなゲームが多かったなっていう印象。あ、じゃあ33番にします、うん、高卒の18、19の子ではないなっていうくらいな、戦う前からまあ不利だなとかそういう風な感じもしないところまでは来てるかなっていう。中村選手、俊介選手が先日あの引退発表された、はい、あの中村選手が、ね、はい、マリノスに戻ってこられた時にチームメイトで、はい、っていうところで、中村選手っていうのはどんな選手でしたか？まあ皆さんの方がご存知だとは思いますけどね、まあ、僕もどっちかというとサッカーっていうものに、まあ、どうすれば上手くなるかとかそういうものをこう突き詰めて、まあ、常に追求してっていう風にやってきた人間ですけど、俊さんに比べたらまだまだ差があるなっていうのは感じたし、その単純な技術だとかそういったものじゃなくてですね、やっぱりなんか何か一つのものを極めようと物事をなんか追求するっていうのはやっぱこういうことなんだなっていうのは、まあ、感じますよね。それはまあ多分僕だけじゃなくてどの選手もそうだと思いますけど、最近はここ数年はね、ちょっとバラエティもデジタルリーダーとかで、まあ、ちょいちょいなんかこうそういう姿も見かけますけど、やっぱ当時はねあまり物静かなイメージというかがあったので、まあ、来た最初来るってなった時に話とかできるか、まあ、会話とかできるかなっていう、僕も人見知りですしどう接したらいいかなって思ってたんですけど、全然優しかったですね。すごく非常に気さくな方で面白い人でしたよそういう意味では、はい、まあだからまあやっぱりまあしょうがない部分もありますよね、やっぱ年代とか、僕もそうですけど、やっぱりいつかは終わりが来るものなので、どの選手も分け隔てなくは終わりが来るので、まあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、やっぱり寂しさはありますよね。少しずつそういう本当に一緒にプレー、若い頃に一緒にプレーさせてもらった先輩がまた一人一人っていなくなっていくので、うん、そこに関してはまあやっぱりちょっと寂しいなっていう思いはありますけど、まあただ逆にその分勝手にですけど、僕が自分が今度そういう立場として、まあ、少しでも長くあのそういう先輩方の残していったもの、意思だとか学んできたことだとかっていうのを少しでも、まあ、プレーしながら、まあ、後世に伝えていければなと。でまた僕が引退するってなった時にそれをまた誰かが引き継いで伝えていってもらえればな、なんかそのいう形の循環の一つに、まあ、そういった役割というかそういったものを担えればなとは思いますけど。山瀬選手というとそのやっぱり、両膝の、あの靭帯を断裂されて、はい、そこからでも日本代表まで、行ったっていうこれでもすごく大きなことだったなっていうふうに思ってるんですけど、あれやっぱりでも左膝、2004年ですかね、左膝の方は、はい、をやってしまった時の気持ちだったりとかっていう、はい、どんな感じでした？僕はですね、左膝をやった時っていうのは、まあ、右膝を怪我した時もそうなんですけど、あんまり落ち込まなかったです。あんまりっていうかほぼ落ち込まなかったですね。っていうのはまず、うん、当時ですけど前十字靭帯って大怪我ではあったんですけど、別に治らない怪我ではなかったっていうことがもう科学的にか医学的にしっかりと立証されてて、なおかつ治るまでのプロセスっていうものが、きちんと確立されていたから、で実際に治られてる方っていうのがもう何人もいてっていう、そういう怪我だったので、まあ、時間はかかるからそこに関してだけはまあしばらくできないっていうのは、まあ、残念だなって思いはありましたけど、あんまりなんかもしかしたら元に戻れないか復帰できないかもしれないとかっていう不安は何もなかったんです。まあ若すぎたからっていうのもあったかもしれないですけどね、あんまりそこまで難しく考えずに、あしょうがないから治してまた、いい形で復帰できるように頑張ろうっていうのしかなくて、で2回目の膝やった時なんてもっと何もなかったです。やった瞬間、もう本当に切れた瞬間は分かるんですよ、すぐ。あ、もうこれは切れたなって、まあマジかっていうのは一瞬思いますけど、別に落ち込んだりとかなんか本当にもう右膝でそこまで直せたっていう自負というか、そもそもですけど結果があったので不安は一切なかったです。同じことすればいいやと思ってだけなんで、うん、ただ時間がかかるからめんどくさいなっていうのがありましたけど、という意味で言えばあんまりなんか悲観的には捉えなかったかな、僕にとってその両膝の怪我っていう
ていうのは、なんかその、まあ、周りで見てる方っていうのはね、いろんなことをこう心配してくれたりだとか、さまざまな感情があったんだろうとかっていうふうに思って、まあ、思われるのかもしれないですけど、当事者からしてみたらもうシンプルですって言ったって、サッカー、まあ、怪我しました、じゃあサッカーやめるのってやりたいですって自分の中の感情あるじゃないですか、やめるつもりはなかったんですから、じゃあもう復帰に向けてリハビリ頑張るしかないじゃんっていう、もう本当にその言ったってシンプルです。向かうべきこうゴールというか進むべき方向ってのは決まってたんで、それに向かってやれることをじゃあやるしかないなって、まあ、その結果どうなるかは分かんないですよ、分かんないですけど、もう自分にやれることはこれしかない、リハビリするしかないって、しなければもう治んないわけですからっていうこともはっきりして明確だったんで、じゃあもうそれやるしかないよねっていう形でしかなかったかな。だからあんまりああだこうだとかって考えなくて済みましたね。ちなみにその日本代表だった今年、あの宮市亮選手がいろんな形で膝をやってしまって、はい、そうですね、彼の思いみたいな、いやいや、それはもう本人にしかわからないことですよ。状況もそうですし、あの回数も違うじゃないですか。で、年齢も違いますし、立場というか、その、なんていうんですかね、ここに至るまでのプロセスも違うから、同じ怪我ではありますけど、でももうそれは別物だと僕は思ってるし、それに対しての気持ちとか、どういう感情があるかっていうのは、もう本当に本人にしかわからないものなので、だからね、どう思いますかって言われても何とも言いようがないですけど、ただ、本人のが、どうしたいのかっていうことを次に向けてまた歩き出してるんだとしたら、もう本当に一応同じ怪我をした仲間というか、先輩というか、まあ、会社向こうの方が多いですよね、確か。だからね、全く一緒っていうわけじゃないですけど、まあ頑張ってもらいたいなっていう、もうシンプルにそれしかないですし、2回3回乗り越えられたことですから、まだ若いですしね、乗り越えれることだと思うし、また元気な姿でピッチに戻ってくる日を楽しみにしたいなとは思いますね。はい。2023年、来年はどんな年にしたいですか？とりあえず現段階ではあのチームで残れるかどうかっていうところはこれから、まあ、リリースとかになっていくと思うので、まあ、もしまたサッカーを続けられる環境があるのであれば、衰えっていうのは毎年毎年あるんで、やっぱり衰えてってる部分っていうのはすごくあの身に染みて感じています。でもなんかだからといってそれにをすんなり受け入れるっていうのはあんまり性には合わないので、まあ、山瀬、まあ、衰えたなって、まあ、それは言われるのはしょうがないですし、もうそれは当たり前のことではあるんですけど、でも衰えたけどでもさすがだなとか、やっぱ当然体力的なものとかそういうのは衰えたけど、でもここの部分でなんかやっぱ昔よりもやっぱ上手くなったなとか、なんか、まあ、成長はしたいですよねっていう部分を見せれるようなプレーを、まあ、選手としてもそうだし、人間としても、人間としてもこの年ですけど、まあ、成長さらにできるような、でそういういろんなものに抗っていけるような中1年にしたいなっていうふうな思いはありますし、あとはまあ当然ですけどチームの目標っていうのがあると思うので、それを達成できる1年に、まあだから、まあ、毎年毎年そうですけど、本当にもう綱渡りというか、毎年もうこの年でもう終わるかもしれないっていう形でやってるので、後がないっていう気持ちでやってるので、まあ、そこに関してはもう変わんないです。もう本当に、はい、常に後がないっていうくらいの危機感を持ちながら、サッカーっていうものに取り組んでいきたいなと思います。じゃあ最後に、山口のファンサポーター、もちろんそのこれまでプレーしてきたファンサポーターの方も、はい、多分山選手のことずっと気にされてると思うので、はい、そういったファンサポーターの皆さんにメッセージいただけますか？これまで23年間本当に多くの方の支えと、まあ、サポート応援、本当に皆さんの力でこの23年間っていうのを選手を続けてくることができましたし、そのありがたさっていうのをやっぱり、まあ、年を重ねるごとに非常に強く、感じています。本当にそこに関して心から本当に感謝したいなというふうに思ってます、まあ、そういう応援してくださる皆さんに何ができるかってなったら、結局は少しでも元気でプレーしているところをお見せすることだと思うので、まあさっき言ったような気持ちを持って、また少しでも皆さんに元気な姿をお見せできるように、これからも精一杯サッカーの方に精進していきたいなというふうに思ってます。
います。また、ピッチでお会いできることを楽しみにしています。はい、ありがとうございました。本当にお疲れのところ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください、これからも。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。